ちっちゃい時から、絵を描くのと、まあ、物を作ったりするのは好きで、特に、漫画の描写が好きで、漫画を拡大コピーしてそれにトレーシングペーパー当てて模写みたいなことをやったり、あとは、段ボールとかセロハンテープとかを多用して、建物立体造形をしたりとかはしてました。ちょっと大きくなって小学校の終わりぐらいから、まあ、個人的な、対立みたいなのが家族の中で発生して、そこから制作に没頭して自分を保つような時間があったのかなと思い返すとそんな感じだったような気がします。僕が影響を受けた事柄として、まあ、神道、キリスト教、アミニズム的な考えとか、その辺りの宗教的な、考えが持つ自然の、あとは、産業と自然との歴史とか、あと世俗的な、現代の植物に対しての、まあ、の生活スタイル、そういうのから影響を受けてます。で、僕の作品の、ツリーマン、まあ、僕はツリーマンと言ってないんですけど、ツリーマンという登場人物、これは、まあ、僕自身のポートレートでもあって、また自然や植物に関わっている人たち全てのポートレートであると思ってます。なんかそれを見て環境問題を考える人もいるし、神道的なモチーフなのかなと思う人もいるし、単純に可愛いだけで、捉える人もいると思います。現在の、作業のプロセスは大きく分けて2つですね。1つ、まずリサーチとかアイデアを膨らます行為があって、それに対しては文献や、インターネットを使ってリサーチします。まあ、特に集中して制作したりアイデアを出す段階においては音楽を、よく、聞きます。なんていうか、蓄積した考え方を、もっとエモーショナルに、出してきて、自分でもあまり整理をつけないでどんどん出していくっていう、プロセスで制作をしています。で、メッセージと視覚的情報、どちらが先に来ても僕はいいと思います。行き着くところがある程度定まっているならば、どちらが先でも大丈夫だと思います。メディアを横断して制作する段階で、表現の境界っていうのが曖昧になっていくってことはあります。で、視点、というのは、考え方の視点っていうのはあくまでも自分人間なんですけども、例えば植物とか自然の立場で本来例えば目指すべき姿っていうのがあるのかっていうのを、考えるのも重要かもしれないので、そういう意味では視点っていうのは一方向だけでなくて多方向の方がいいのかなと思うので、そのあたりともちょっとリンクしているようなところもあると思います。この絵の背景の部分に書かれているのは、一般に流通している花屋で流通している、絵を参照しています。そして、ツリーマンの、顔の部分に書かれている植物は、山野草、自然にある植物や、絶滅危惧種の植物、花を、参照して書いています。このどちらも人間と共生している状況ではあるんですけども、どちらがいいとか悪いとかは決めずに、こういう関係を続けていく上で何らかの選択をしていくっていうのが必要なのかなとは思います。極端な、例えだと人類が、環境に対して破壊を続けて、自然が生き絶えてしまう未来もあると思います。でもそれは一つの選択だと思います。僕は現状とか歴史、をリサーチして作品に落とし込んで、考えを促すことを続けるっていうのが僕の唯一の、行動です。